吉本漫才劇場からお送りいたしております LINE LIVE。 本日はですね、地方出身芸人特別配信九州編でございます。本日 MC を務めます、大阪出身の東大阪高見です。よろしくお願いいたします。高見さん、そして本日の出演者はこちら、九州出身芸人の皆さんです。よろしくお願いします。じゃあ前からちょっと、はい、自己紹介お願いします。自己紹介、出身地とね。はい、福岡県出身、デルマパンゲヒロキです。お願いします。そして、福岡県出身、タモリです。いや、ちゃうやろ。そんなこんなものがなるの。じゃなくて、チュニジア出身、ガイルです。ガイル、そうだ。ガイル、ガイル、そう、違う、イオリコンですね。カルシレンコンのイオリです。はい、お願いします。じゃあ、そして奥、金玉生まれ、金玉さん。おい、ちょっと、はい、終わり、はい、終わり、はい、終わり、終わりました。あ、なんで、ご視聴ありがとうございます。なんでよ、なんでよ。ちゃんと言ってください。ちゃんと言ってます。先生、高選手、嘘はついてないんですよ。嘘はついてない。そうですよ、これ。性格嬉しい。そうですよ。人類みんな金玉から出ちゃった。ちゃんと、よ、言わさんといてくれ。すみません。はい、ちゃんと鹿児島出身、皇帝下田です。お願いします。じゃあ後ろ行きましょうか。はい、宮崎出身の帰り店の岩倉です。よいしょ。そして、はい、熊本出身のからしれんこ、おそらです。お願いします。そして、沖縄県出身のメカルです。はい、お願いします。沖縄も一応九州に入るということですね。九州、沖縄地方と扱いになってる。九州、九州、あっせーあまり不幸やけど、一般のそういうくくりで今回はお届けいたしたいと思います。NC 行ってないやつみたいな。一応同期ですよ。一応同期あるけど、まずはですね、こちら説明させていただきますとですね、地方出身芸人特別配信というのはですね、さまざまな地方出身芸人が多い漫劇ならではの企画配信ということで、今回が初めての企画です。おお、皆さんはその初めての企画に、まあ、公演にも選ばれたというのでございますので、まあ、皆さんの出身の県を代表してその特徴についていろいろとお話を聞けたらなという配信でございます。よろしくお願いします。いいですね、はい、ね、こんなん初めてということで、初めて、そうですね、これは好評だったら次、次回、次回続いていきますので、はい、皆さんの頑張りがかかるので、はい、すいません。いや、その、はい、1回目にしてはその人選が攻めすぎて、はい、そうやな。こんな面白いですね、はい、まず、デルマパンゲは絶対俺よりもサボだ。まずそっちなんだよ。これじゃないね。ぜひ、ひろきさんをという。ひろきさん、これじゃないけどな。いや、サボさんもね、予定はあるはずなんですけども、ひろきさんでということで、からしればコンビでということで、まあ、はい、というわけで、まあ、いろいろとね、この地方出身芸人ということで集まっていただきました。はい、というわけで、まずは最初のコーナー参りましょうか。はいはい、最初は、絶対にわからない地元の方言。いいよ、あるある。さあ、こちらですね、皆さんに地元の方言を使って文章をね、あらかじめ作っていただきました。その文章がどんな意味なのかを、皆さんで考えながら当てようというコーナーでございます。なるほど。はい、というわけで、ね、誰からいきましょうか。もう挙手制にしましょうか。挙手制、まあ、もうそういうこと当てていいですか。はい、高見さん当てていきましょうか。そらくいきましょうか、じゃあ、うん、はい、いいですか、そら。じゃあ、僕らまた一つにしますと、はい、なるほど、一つです。はい、じゃあ、からしれんこんは熊本県出身ですね。はい、熊本県出身、からしれんこんの方言お願いします。はい、これです。ダゴアクシャ。これもう文章な。これは、はい、全然これで使いますね。ダゴアクシャ。ダゴアクシャ。だけ言ったら、もう伝わんない。顔。何言ったの？イオリ。白の顔で言うの？ちょっと美白したみたいな。真っ白やけど。白かった。こうダゴアクシャって言うときはこの顔で言うの？まあそうですね。ほんま？まあ、ダゴアクシャって、まあ、そうですね。アクシャ、こいつに、言う時もあります。じゃあ、イオリから向かって、空から向かってイオリに言うことがあるってことですか。もう、はい、全然、どういう時には、まあ、ほんまに言う感じで、ほんだら、ちょっと空からイオリに言ってもらって、普通にその方言として使う感じで。なるほど、はい、分かりました。じゃあ、これちょっと、これじゃ、この感じじゃないんですか。ダグワクシャじゃないですけど、はい、そのなんか、まあ、その、はい、これのイオリに、そうですね、はい、シチュエーションの中でちょっとパッと、なんやそんか、お前、まあ、アクシャルとってわからんかった。アクシャだけ。これダゴはダゴとまた違う。これ他の九州はまあこう、そうですね。他の九州の方はわかるんですか、これは。え、いや全然わからん。わからんねや。わかんない。隣とかでもわからない。マジでわからん。わかるべかこれダゴアクシャ。いやー、ここまで伝わってなかった。海あるからな。だいぶ伝わらない。沖縄の場合、こう
LINE の、はい、まあでも作者、まあ、熊本出身の人とかは分かると思います、はい、こちら熊本出身だから、はい、アクシャウツ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 でもなんか良くなさそうな言葉ね。そうですね、うん、はい、怒ったりとか禁止かもしれないです、はい、禁止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 用語ずっと喋ってた禁止用語ほんまに分からんとダメよ。ダメだめよ、ね、ダメだめよ。こんなんちゃうかと分かる人いましたら、まあ、ニュアンスで、はい、ダゴってでも、うん、その鹿児島ではダゴ汁っていうのがあるんで、うん、あご飯で、ご飯で、ご飯でご飯なんかその団子が入った汁なんですよ。あ、ダゴは団子ってこと。そうなん、鹿児島では団子の意味なんで、アクシャがちょっと分かんない。アクシャアクシャアクシャ、顔も全部これ、うん、あめちゃくちゃ合ってた、使い方合ってんねや。ダゴアクシャ、さっきの使い方めちゃくちゃ合ってた。さっきのいおりさんに対しての言い方で見てたら、なんだその顔、うん、ずっと寝てないのか心配してた心配してたんや。あんな剣幕で言わないあの感じで心配してたんや。あの剣幕で心配するかね。おるけど怒ってる感じで心配してくれる年上の人がおるけど、たまにそれってすごいけどな、うん、やっぱそのなんやろ、はい、関西人から見て、はい、あの感じやったらなお前喧嘩売っとんのかみたいな。あ、まあでも本当にそれです。はい、あほんま、あ、はい、お前が当てるんだよ。イライラしてる、イライラしてる、なんかこう、はい、なんで文句あるのかみたいな、はい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 、そんな感じ。何かこう、アクシャ取るとやでこう文句あるのかって意味です。アクシャだけだと意味はない。ダゴアクシャは、なんかこう、なんかイライラダルーとか、はい、なんかそういう感じですね。イライラしてるのかとか、はい、アクシャは相手に聞くことない。はい、そうですね、そうです、アクシャ取ったやで文句あるのかで、ダゴアクシャはなんかこううわ、次数学やん。ダゴアクシャとか。ダゴアクシャ、うわ、難しいな。ちょっと、なんか関西弁で言い換えたらっていうのもないもんな。なんでしょうね。ないですね。ダル振動でもないもんな。その、ダルイは振動ってわけでも。そうですね。アクシャ打ってんのか。振動打っとんのかなんか言わへんもんな。はい。まあ、確かに。喧嘩打ってんのか。喧嘩打ってんのか。喧嘩打ってんのか。そうですね。違うような気はします。はい、なんか、不服か。不服。標準語に直したら、すると何か不服か。標準語に直したらそうなんで。何か不服か。不服です。とても不服。不服ね。だこがこうとてもとか。なるほど、そういう意味合いなんですよ。お前、あ、来てますね、まさみさん。ダゴはとてもですよ。ダゴはとても。関西弁に言ったら、ちょっとあれ柄悪いですけど、バリシンのバリとか。そうですね、その感じ。めっちゃとかの。え、でもバリって福岡じゃないですか。うん、お前、なんか西の方から来て、関西でもようバリっていう。あ、バリシンバリ、で、なんかバリ方とか言いますよね。バリか、ラーメンな。ラーメンちゃんちゃ硬いとかな。なんか大阪の人がバリって使ってて、なんか福岡の人が怒ってるっていう話を、福岡のドーナツピーナツ兄さんがしました。なんでその大阪のバリをあいつらが代表して怒ってるのかな。福岡やな。はい、いや、まあ、関西でもでもバリは使いますね。続いてどなた行きましょうか。じゃあ、あ、岩倉行こうか。あ、行けますか。はい、では、宮崎出身ですね、岩倉ちゃんの文章を発表してください。お願いします。ちょっと長いんですけれども、はい、はい、うわ、ちょっとこれ一回しゃべります。一回読んでみてください。はい、なんちゃ、なんとんしねくっされみんだが、ふざかんなよ。テレースちょっと言ったこと長いけど、それイオリまだ言うてんの。なんでイオリが言うてるみたいな。なんでイオリのセリフみたいな。絶対あんな顔で言わやなんも言わやな。長ー。いやでも、今のイオリのこの顔に言うかもしれない、うんうん、確かにね。マジで、このイオリ、あんちゃん、ちゃんとしねくっされみんだが、ふざかんなよ。くっされびんだ。テレースちょっと言ったこと。たくっと、もうこのイオリに言うてんね。これはやっぱイオリ怒られてるわな。はい、ふざくんなよ、絶対ふざけんなよ、はい、それは分かるでしょ、ふざけんなよという。なんちゃ、そうな、なんちゃ、なんちゃ、なんじゃ、なんてっていうことじゃない、なんちゃ、なんやお前みたいな。この腐れビンタが腐れビンタはなんか必殺技なんとんしれんはあれ、なんかようわからんみたいな、あ、さ、九州のみんなで伝わることないな、なんとしれんですよ。くっされビンタ、ビンタはちょっと鹿児島でも使うんですよ。そう、頭って意味なんですよ。頭か、くっされビンタ、頭が、頭おかしい、ちょっと汚い言葉なんですけど、うん、あ、
ビンタを。バカってことです。あ、バカ。なるほどね。お前頭悪いんかみたいな。なんかビンタは頭です。腐れ頭の。ビンタが。腐れ頭。打ったくっと。打ったくっとは。はい。わかるわ。わかる。わかります。これ九州。マジで。打ったくっと。もうほぼウッドデッキと一緒。ウッドデッキ。いや、ほぼウッドデッキ。これよく親父に言われてます。親父が言うてくる。親父いた。歌ったグッドって親父さんが言ってきはんねん、うん、歌るっぞ歌るっぞ歌るっぞ最初これの歌るっぞの最上級が、うん、歌れがしかねえぞ歌れがしかねえぞ歌れがしかねえぞ殴るみたいな九州だけで盛り上がらんといてちょっとそうそう殴るみたいな殴るみたいな向こうかだったらクラスとかですかそうだね。ああ、だったらクラスクラスクラスぶっ飛ばすぞ的なことああ、そうですああ、歌グッド歌ったグッドって言われたら歌ったグッドぶっ飛ばすぞぶっ飛ばすぞぶっ飛ばすぞで、最上級が何最上級が打たれがしかねえ打たれがしかねえそれはそのぶっ飛ばされる以外の選択肢はないそうそれは終わりやな終わりなんやそれ言われたらなんとなくだから、まあ思いっきり喧嘩中のなんか言い合いみたいなことね、はい、ちょっとほんで一応標準語で喋ってもらっていいこれ全部何、よくわからないバカお前よくわからないバカが、うん、ふざけんなよ、うん、ボーってしてると殴るぞめちゃくちゃ思いますこれ聞いたら絶対逃げてください言ったことは終わりですねなんか言われたら九州遊びに行って、うん、なんかしてもうたんやと思わないもんすぐ殴るぞ出たら終わりですねじゃあ続きまして、ああ、ひろきさん行きましょう、はいはい、僕あの福岡県なんですけど、はい、福岡県の中でも北九州っていう、はいはいはい、ちょっと全然違う地域なんですよ違う一応じゃあ別に福岡じゃないですか福岡なんやけど福岡の中でもまた橋の方いやいやまあまあまあ、まあはい、なんでちょっと方言が福岡の人とは違うかもしれないあ福岡の方言わからないかもしれないと、はい、僕これですはいちょっと読んでください、あのビッタレがお茶聞いてぼって行こうやなぁよ縦読みちゃうの、マジが綺麗に並んでるだけでそれぐらいでも変わらんぐらい意味わからんかったけど他の方もわからない、九州の方も全くわからないこれはビッタレあのビッタレがお茶聞いてぼって行こうやお茶聞いはわかるお茶キーわかんの？九州。茶キー。茶キー。お茶キー。え、あ、お、あ、お茶キー。お茶キー。お茶キーだけわかんの？お茶、お茶く。お茶くもみたいな。お茶くも。なるほど。お茶くが、お茶キー。お茶くがなまってお茶キー。はい。お茶キーけ、あのビッタレが。ビッタレ。ビッタレ。ビッタレがわかんの？何ビッタレ？ビッタクンズだったっけ？あれ？ビッタクンズ。ビッタクンズ。ごやこしいな。ビッタレは、あの生意気なやつみたいなビッタレあのビビリガみたいなああビビリガ情けないやつビビリガみたいなねなんとかタレみたいなことのその悪口なんですねそのビビリガとほんでこのボッていこうやっていうのはそれめっちゃ怖いこれちょっと省略してて、はい、本当はボッて打ち行こうやボッて打ち行こうやボッてボコボコにしに行こうやそう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 へぇ、出たなんで、あのビビリガ、はい生意気なんで、はい、みんなでボコボコにしようよみんな言葉悪いなんでそのあの一色即発のなんでそのテーマで考えるそのテーマは僕出してないじゃないですか喧嘩寸前とかなんでそんな方言となるとねちょっとやんちゃになっちゃうんでね何もおかしいですけどほらちょっと僕次行きましょうかはいでもちょっと鹿児島出身なんでちょっとベタですあ、鹿児島だ。まだ九州の中でも分かりやすい。めちゃくちゃベタです。なるほどなるほど。じゃあちょっと下ボタンお願いします。分かりやすいのでね。こちらです。はい。はい。ワイがおいにワイ中で、おいもワイにワイ中とよ。ワイがおいにワイ中ワンギ、おいもワイにワイ中ワンとよ。早口言葉。わからない。ワイがいっぱいあるから。めちゃくちゃ有名。言わんとよ。ワイ中ワイ中。確かに今まで怖かったけど、これはちょっとかわいいな。なんか途中でおいもって出てきてるもんな。ワイ中。これかわいいもんな。これですね。これも親父によう言われてました。本間のスピードで言いましょうか。本間のネイティブで、はい。ワイが鬼にワイ中で、おいもワイにワイ中で、ワイが鬼にワイ中で、おいもワイにワイ中で。どういうこと？で、俺ね、あの昔彼女がね、鹿児島じゃなかったけど、はい。また長崎かなんかで、ワイとかおいとか使っとった。ああ。じゃあ。でもそれで今変換したけど、はい、変換してもようわからん。本当に。Y と O はだから認証ですかその。あーそうですそうです。ああなるほど。Y は自分でしょ。おお。Y は自分が。
で、おいがお前でしょ。おいがお前じゃないですか。え、どっち。あ、いいですね。わい、わい、わいとおいがどっちも自分で言ってる。どっちも自分で言ってる。どっちも自分で言ってる。自分が自分に自分って言うて、自分も自分に自分って言ってるから、自分が自分に自分って言うから、自分も自分に自分って言うんよ。え、ポエム自分に悩んだぜ。高橋さん、めちゃくちゃ欲しいです。あ、ほんま。行きます。宮崎で考えたらなんですけど、ワイ、はい、はお前で、ワイ、うん、がおいに悪いって違うか。なるほど。あ、でも宮崎と違うか。ワイがおいに悪いって言うから、はい、俺も おいもお前に悪いって言うとよ。あ、うわあ、ワイが2個意味あんねや。すげえ。うわ、 90% 合ってます。すげえ。何がちゃう、逆にもう。いきま、言って、一回標準語で読んで。お前が俺にお前って言うから、俺もお前にお前って言うのよ。お前が俺にお前って言わなければ、俺もお前にお前って言わないのよ。これ何やこれ。めっちゃ深いわ。めっちゃ深い。そんなこと起こるの。すごい細かいこと考えてる。すげえ深い。何や、先輩が怒ったんだ。深いな。深い。初対面でお前って言われた人が切れたんだ。そうです。深いっすね。え、ほんなら Y があなたやねん。Y がそうです。あなた。あ、 Y が自分です。なんか Y って自分っぽいけど。なんか俺で、うん、わしわしみたいな感じな。自分が自分のことをわしって呼ぶやん。わしって言います。うん、これはあの千鳥の大悟さんに憧れてる。おい、なさい。地元裏切んなよ。鹿児島でわしって言ってる。お前それダサいって。ダッサ。めっちゃ使うんですよ、学生で自分のこと。わしがって言いますね。初めてここで言いました。ダサ。ほんまやったらおいって言うてんねん。ほんならおいって言ってます。ダサ。それやめてよ、なんか嫌やわ。そうですね、めっちゃおいの方がいい。俺の方がいい。絶対おいって言ってほしいわ。これありましたね。憧れてるだけやった。そうなんや。すごい事実が暴露されましたけど。そうです、ね、じゃあ最後メカル行きましょうか。これは問題で、沖縄は。沖縄ね、やっぱ一個ね、ちょっと独特ですから、はい、じゃあお願いします。はい、沖縄です。はい、呼んでください。死に邪魔やな。邪魔やな。ドラゴンボール、ドラゴンボール、ドラゴンボール、ドラゴンボールの髪型邪魔やな。死にシャニウスマサバンナイ。死にシャニウスマサバンナイ。これでもう喋ってる言葉になるの。文章ではなくて、うんうん、全部単語なんですよ。死にシャニウスマサバンナイ、全部同じ意味です。この4つの言葉が1つのものを表してるってこと。はい、分かった。うま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 、うま、全部うまい。全部美味しい。どうですか、これは。違います。うまいはマーさんです。マーさん。惜しいやん。マージャン。マージャンとかや。マーさん。普通に死に。薄まこれはでも結構もう一番ぐらい使ってますよ。有名なんや。ちなみにその中でも一番そのポピュラーなのは何？はシャニですね。シャニ。シャニ。シャニが一番。本当は一あるんですけど、うん、同じ意味で。それはちょっとそれ出すと多分すぐ分かると思う。なるほど。なるほど、なるほど。それはあの言ったら九州の人でも全国の方でも分かってしまう。でも一番使うの。シャニが一番使う。死にってでもなんか聞くような気もする。ご飯のこと。ご飯のことだ。白飯ってこと。違う。インシャリ的なな。バンナイはもう松尾バンナイ。違う。男女兼用。全部男女兼用で。全部男女。福岡組じゃシャニだから。シャニって。これシャニですか。じゃあもうその第1位のやつ出していいですか。そしたら多分すぐ分かるんで、はい、第1位は、デージです。デージも聞いたことあるな。歌でありましたよね。とても伊織さん、とても大正解です。ほら、とてもこれとてもっていう意味で、デージ何々、死に何々、シャニ何々、薄ませ何々、万内何々。薄ませはもうオーバーしてるやん。薄ませはあの一番上の。あ、でもめっちゃめっちゃバチクソとかのやつね。はい、バチクソ。わかる、関西やったら。
めっちゃしんどい、バリしんどい、ね、バチクソしんどいと分かんな、分からんけどな、その地方に一番上や、はい、で、これ食べ物、さっき食べる、うん、マーサン、マーサン、マーサンの場合、とても美味しいの場合は、うんうん、一平マーサンって言いますもう一平マーサン、ないやんよどれも気をつけてレジもあるし、どれも使ってよ、ね、地域によって変わるんですよ、すごい、薄いマーサンすごいな、めっちゃっていう、関西弁だめっちゃだけあるよ、沖縄だそんだけあるから、はい、すごいな、これ面白いな、知るだけでもすごいですけども、ねえ、やっぱり言葉深いです。あ、今2700人の方がいます。今死に社に薄政万内を学んでいただきましたね。広まったな、勉強になったね、見て。はい、では続きまして、続いてのトークテーマ参りましょうか。はい、続いては〇〇県人のここは嫌だ、出た。さあ、同じ九州沖縄の方に対しましてもですね、やっぱり自分の県に誇りがあるがゆえにね、うんうん、他の県に対して思うことはあると思うんです、はい、なのでこの機会にちょっとあの相手のね、うん、お土地柄につきましてちょっと、はい、まあざっくばらに腹を割って言っていただこうかなという時間でございます、はいはい、さあというわけでどうですか、同じ九州といえど、はい、まあ、九州沖縄といえどお隣とか、はい、他の県に対して、はい、これから九州で言うと、はい、完全にこことこう違うのよ、はい、だから高いですよね本当に北九州の中の、でも違うね、やっぱ福岡って一個格上なのよ九州、そうね、まあ、でそれはそうなの、それは僕ら認めてるんですよ多分、あ、それそうそうそう、なんで福岡そういう上って認められる、福岡はもう都会なんですよ、ね、都会で新幹線もいっぱい、そう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 、その全部のデパートとか町も栄えてるし、うん、田舎があんまないんですよ、そうなんです、そう、だから俺今から上の立場で見させてもらうんで2位争いせんでも2位は多分熊本なんですよ、あい、そういうところだ、そういや、そうそう、いや、まあ、ちゃ鹿児島県民は熊本めっちゃ好きよ、でも、うん、熊本県の、うん、ごめんな、こっち2位やねん、そうが、やばいマジで、いや、でもな、まあ、お前ら、福岡にバカにされてるのにそれを鹿児島にまでやってきた、いやでもな、一人一人で嫌なことを他の人にやってしまって、でもね、分かるんですよ、その、大分とか、うん、何もないんですよ、そんなことだよ、大分とか、はい、その、宮崎も、うん、その、何もないやん、ないないやろ、長崎もまだ何もないねん、長崎なんかもう分裂しそうになってる、チリの問題やん、シュワシュワシュワってなってる、チリの問題やから、ってなったら、でも佐賀も論外やろ、佐賀も論外、見てはる方も多いから、佐賀あそこの3ラインだ、そうそう、3ラインないねん、だったら、もう熊本か鹿児島でしょ、でも鹿児島より熊本やねん、それやったら、その何、熊本と鹿児島じゃ的な違う、何だから、ないよね、ある、あるある、鹿児島これ、熊本これってある徹底的なもので、鹿児島の方が田舎やねんって、俺、何がお前らって思う、お前、森めっちゃあるやん、森めっちゃある、森やん、森に勝負、それ森しかないやん、だからほんま熊本にしかないもんとか、鹿児島にしかないもん、熊本は土地が広いやろ、町あるで、俺ら、うん、町あるわ、どこ鹿児島町あるわ、どこもあるやろ、めちゃくちゃあるやろ、あれは国道とか走ってんぞ、いや国道は走ってん、国道で勝負すんねん、でも私その宮崎宮崎の人って東国丸さんが、うん、あそうや、あの知事になってめっちゃ、うん、あの地鶏とかマンゴーとかあって、そこで国産物がいっぱいあるってイメージ、そこでやっと出てきたんです、それまでみんな誰も絶対知らなくて、そこでやっと宮崎、うん、あ、こういうとこなんだって思ったんですけど、でも、うん、今でもまだ全然宮崎はその田舎っていうのであるんで、うん、その下の立場から見ると1位、あ、うん、あれは福岡、ちょっと冷静に見ると1位はもう福岡、いやもう次、もうだって宮崎の人は、うん、とあの就職で都会に行くって言ったら、うん、福岡に行くですって、そういうのを見てるから、まあ、謙虚にちゃんと冷静に見て1位は福岡やなと、で、はい、ここ2位は鹿児島です、はい、なんでですか、天文館あります、何天文館、天文館って何や、天文館、星見えるだけやろそこ、いや、わしも田舎すぎてあんま行ったことないすごいと、天文館って鹿児島でめちゃくちゃ都会、もうほんま東京タワーみたいなところです、あ、タワーなんだよ、タワーはないんですけど、なんかすごい都会ですよね、あ、ショッピングモール、そう、ショッピングモール、ショッピングモールがあんねん、でかい、いや、あとまさん、はいはい、いや、でもそれで言うとね、その熊本は、はい、そのなんか
あの福岡にみんなね服買いに行ってするんですけど昔は熊本に一回その東京とかに来たそのファッションが一回熊本に来てそっからその九州に広がってそうなのそれはそうなのなんでなんですか熊本は熊本の話が福岡に接する熊本で一回実験するんですよ実験実験台で熊本に座られてで熊本で流行ったらもう全部使えるそうやるで一回ファッションの中心になるんですよ最初は熊本はおしゃれな街で有名やつだそうそうおしゃれでそれでおしゃれかこんな数字つけてるやつその数字つけてるやつがおしゃれなわけない最初の熊本行くよな最初は熊本でその数字つけてるこれもはい中心も一番最初は熊本中心も熊本で一番最初はいそうですよ福岡に帰ってそうマジ熊本だから鹿児島のことなんかほんでそのイケメンの人もいっぱいいますしあ、やったんですかこう出身し出身のなんかはいはいどうぞどうぞはいコーラ健吾コーラ健吾はいコーラ健吾福岡に持って引っ越してだから福岡の人間ですコーラ健吾の取り合いやめてちょっとコーラ健吾の取り合いやめて俺小学校一緒やねんダメですやめて同級生やもうあかんやんもうあかんやんじゃんいや逆に鹿児島はえ篠田麻里子熊本説流れてるんですなやそれ説だけやんけお前山田福岡出身福岡出身で書いてあるけど熊本説流れてるなんやねんそれ本当熊本だそれは篠田麻里子がしっかりせえよ本当に福岡森口博子とかおるから急にレジェンド世界が出てきたから福岡浜崎あゆみとかそうやそうやえ鹿児島は誰がいの出身マジでセルライトスパヒゴ天井天井ようマシンパウやそのカードでよう勝負してきたその真正面のやつがおらへんよそれでも来いやんおれおれ今のボケマジで長渕剛あれは銅像立ってるもんね立ってるわ長渕剛どこに立ってるの長渕剛のちょっと待ってその田舎じゃないんですけど海沿いにもうそのね誰来ても長渕で勝てるいやそうかいやそうでもないって攻撃力3000やで長渕何そっちの一番強いか攻撃力って何そういうカードでないからそんな一番強いカード沖縄からしたらみんな仲良くした方がいいやっぱ沖縄の方はねやっぱり戦いについては一個やっぱり独自のあれ考えないやいやいやそういうつもりちゃうやつそういうつもりじゃないそういうつもりじゃない確かに揉めるな陽気にやそう確かにもう沖縄からざっくり見てその九州の言ったら違いとかなんてそんなに気にならない分かんないですもん全部一緒の感じに見えるんでだから九州は九州で四国とか中国地方と戦った方がみんな固まった方が違うのほんまやそうだ誰が平和会議すごいなすげえよ一番平和強大な敵と戦っていかんといやメカルはもう沖縄から大阪出てくる時に例えば途中九州に暮らしたとかいう時期はない全然ないですね行ったことない九州どこも修学旅行では行きました。修学旅行はな？あの佐賀。佐賀？あれや。吉野ヶ里遺跡？吉野ヶ里遺跡じゃないか。なんか出島とかあるとかあるとこで。長崎佐世保じゃん。僕も修学旅行長崎行きましたよ。長崎ね。長崎グラバー園。グラバー園グラバー亭。柳川下り。とかイルカ追いかけましたよイルカ船に乗ってイルカ追いかけてイルカウォッチングみたいな違法違法違法俺の中学違法の中学行けへんの俺どこの中学違うちゃんと知り違う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 そんなんすぎるいや、あと平和記念公園見に行ったから片足取りとか見に行かせてもらいましたそうそうそう、長崎もね、行きましたみんなで一致団結して行きましょう急に沖縄の人が収めたありがとう、いがみ合いはじゃあ、最後のテーマちょっと今の話かぶりまあ、もう時間ですかねえお時間ですかねいや、ちょっと一個まだ一個いけるあの、いいですかじゃあ、まずはじゃあこれ行きましょうか首都を決めるとしたら首都まあ一応日本の首都は東京となっておりますが九州で首都なるほど九州沖縄で首都を置くとしたら首都どこにするかというさっきまでちょっとあの喧嘩みたいになりましたけど平和的な平和的に行くとでは福岡じゃないですか結局結論的に福岡に対する福岡は一回福岡にみんな負けたんやその一回全員
強いですよ。もう解決よ。はい、いや沖縄もそれで大丈夫。まあみんながよければ。沖縄はすごいな。なんか疲れた人がみんなやっぱ沖縄来たから分かるだろう。仲良くしたらいい。仲良くしたらいい。確かに。いや、人は絶対福岡。すごいですね。一応これ揉めて決まらないかもしれないみたいな台本に書いてるんですけど、こんなスッと決まるんですか。圧倒的福岡。別格です。どうですか、福岡選ばれましたけども。まあ最強な県なんでね。九州最強。九州最強。誰にも負けない。すごいですね、あのコメントでもやっぱり正直福岡ではと、福岡しかないのではと、ないのね、分かってるけど、なんかそういう言い方されてこっちも冷え違う、分かってるけど、こういうことな、福岡しかないかって、だって何もないやろ、あなたたち、いやいやいや、黒豚行きますよ、マジで。黒豚なくなったら福岡なんかなくなりますよ。いやいやいや、なんで俺ら食ないでしょ。イワシ明太知ってるか。イワシ明太、うまそう。イワシのお腹裂いて内臓を取って違う魚の卵を入れて炊くっていうサイクル。最後怖い怖い怖い、言い方が怖いだけで、違う魚の卵、美味しいやつ、怖いんや、美味しいよ、最後怖いやん、めっちゃ美味しいやつ、最後怖いやん、怖い説明するすごいね。でもあっちゅう間にもうね30分経ちまして、いやこの放送始まる前からやっぱり皆さんちょっと地元が近いから集まると楽しそうでしたね。ちょっといやそうですね、ちょっと言葉みたいな、というわけであっという間のエンディングでございます。もうエンディングだ。はい、首都は、福岡ということで決まりました。揺るぎないです今後 も、はい、何か告知などある方いらっしゃいますか。あ、明日、はい、明日ごちゃまぜというライブ、あ、バクノスケさん主催の、はい、ごちゃまぜというライブ、はい、はい、ありますのでぜひ来てください。よろしくお願いします。その他は、え、じゃあ僕いいですか。あ、どうぞ。10月13日に7時15分からザザポケッツで、はい、戦ってもいいじゃない戦士だものっていうユニットライブがあるので、来てください。お前何平和を願ってんのに、バリ戦うだけは。皇帝出ますよね。皇帝さんも。あ、そうなんや。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけで第1回、はい、ね、地方出身芸人の配信ということでございました。はい、これはね、はい、結果3100人も。すごい。いや、ほんまにいろいろとまた聞きたくなるような内容もありました。これだけでは足りないような時間でございましたので、ぜひぜひまた次回企画あったら、はい、コメントでも来てます、九州第2回してくださいと。話はね。もしかしたら、もしかしたらまたあの次回もこのメンバーかもしれませんし。はい、いますよ、ベップさんとか。あ、そうそうそう、そうさん、ね、黒さん、クロスバー直撃の渡辺さんも。そうや、福岡やな。ほんまや、福岡俺中学隣やった知られざる福岡。そうそう、一回だ、福岡だけでもガッと集まって面白そうですね。地元トーク聞けるかもしれません。というわけで本日の漫才劇場ラインライブ以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。